皆さんこんにちは、ビレージェンド大林です。今回は本当に基礎的な内容ですけども、近肥大に理想的なタンパク質の摂取量について解説していきます。まあいろんな動画でね、タンパク質は体重1キロにつき 2g 取った方がいいですよっていうことはね、こう何回も解説してきましたし、理想的な PFC バランスなんかもね結構解説をしたりしてきてるんですけども、まあおかげさまでね、いろんな方にビーレジェンドチャンネルの動画を見ていただけるようになって、最近このチャンネルを知ったっていう方もたくさんいらっしゃると思うので、まあそういう方にも分かりやすいようにですね、理想的なタンパク質の摂取量について解説をしていければなと思います。早速結論からね、もうバーンと言っちゃうんですけども、増量中は体重1キロにつき 1g から 2g の間、減量中は体重1キロにつき 2g から 3g の間っていうのがおすすめです。体重1キロにつき 2g っていうね、まあ大雑把な説明と比べるとかなり幅があるので、その辺の理由も含めてですね、詳しく解説をしていきます。筋肥大に必要なタンパク質量については、いろんな研究者の方がねやっぱり研究をしています。その中で、まあ、私がね今回引用させていただくのがね、エリック・ヘルムスさんというね研究者の方なんですけども、まあ、この方研究者でもありながらボディービルダーでもある方なので、その実践経験もありながらしっかりとねアカデミックな領域で活躍もされてるという方でね、まあかなり私もねいろんな勉強させていただいてる方なんですけども、その方の研究によると、タンパク質の必要量っていうのは全体のカロリー収支によっても結構変動しますよと。増量も減量もしてない、摂取カロリーと消費カロリーが釣り合ってる時とか、増量中で消費するよりもたくさん食べれてる時っていうのはエネルギーが十分あるんで、タンパク質の必要量は実は少なくなりますよと。逆に摂取カロリーが消費カロリーよりも少なくなってしまう減量中っていうのは、それだけこう筋肉量を維持していくのにタンパク質の量っていうのはたくさん必要になってきますいうことなんですね。でこの研究の中では、女子胞体重を基準にですね、こうタンパク質量っていうのが記載されてまして、で増量中は女子胞体重1キロにつき 1.2g から 2.2g のタンパク質で、減量中は女子胞体重1キロにつき 2.3g から 3.1g っていうことになってきますというふうに書いてあるんですけども、女子胞体重って言われてもなんかピンとこない方多いと思うので、この動画ではもう分かりやすくね、体重1キロにつき増量中とかね、特に増量も減量もしないときは体重1キロにつき 1g から 2g で、減量中は 2g から 3g っていう風にね、もう大雑把にまとめさせていただきました。なので実はその増量中って筋肉増やしたいので、その筋肉の材料になるタンパク質もよりたくさんいるのかなっていう風に想像する方いらっしゃると思うんですけども、実はそんなにタンパク質の必要量って多くないんだっていうことは覚えておいていただいていいかもしれないです。タンパク質とか、まあ、お肉とかね、お魚とか卵とかたくさん食べるのが苦にならないっていう人は全然たくさん食べていただいていいんですけども、あんまりそういうものがねこう食べるのが得意じゃない方、苦手な方なんかはもう体重かける 1g ぐらいの最低限のタンパク質量だけ取っておいて、あとはしっかりその消費する以上に摂取カロリーが取れるように、まあご飯とかね、果物とかね、そういったものでしっかりカロリーを取ってあげるっていうことでも十分効率よく筋肉は大きくしていけます。じゃあなんで減量していく時にタンパク質の必要量が増えるかっていうと、摂取カロリーが消費カロリーよりも少なくなっている時っていうのは、このね足りないギャップを埋めるために体脂肪を燃やしてエネルギーにするわけなんですよね。まあだからこそ体重が落ちていく、体脂肪が落ちていって痩せるわけなんですけども、実は人間の体が足りないエネルギーを補うための仕組みっていうのは体脂肪を燃やす以外にもありまして、それが糖新生というものなんですね。どういうものかというと、人間の体内にあるタンパク質を壊してそこからエネルギーを取り出す、アミノ酸を分解してエネルギーにするというものなんですよね。で当然エネルギーが足りない減量中はこの糖新生が活発に行われるようになってしまうので、タンパク質がエネルギーとして使われやすくなってしまう。なのでその使われたタンパク質もしっかりと補ってあげる必要があるからこそ、減量中はタンパク質の必要量がむしろ増えてくる
ていうことなんですね。なのでこの減量の段階においても実は必要になるタンパク質量は変わってくるっていうふうにこのエリック・ヘルムス氏は結論付けていて、減量の初期の段階は必要量の最低のラインに近いところで十分大丈夫だと、女子棒体重1キロにつき 2.3g ぐらいのラインでいいんだけども、減量が進んでいて体脂肪が少なくなるにつれてやっぱりタンパク質の必要量っていうのが増えていって、この女子棒体重1キロあたり 3.1g に近づいていくと。なので減量が進むにつれてタンパク質の必要量も増えていくんですよというふうに、まあ、結論付けています。まあ、なのでこう趣味でねボディメイクをしてるぐらいの方だったらそんなに気にする必要はないかもしれないんですけども、大会の出場を検討している方なんかは減量の進み具合に応じてこのねタンパク質の摂取量っていうのは変えた方が実はねいい結果が出やすくなるかもしれないっていうのは覚えておいていただいても損はないんじゃないかなと思います。まあ、なので例えば体重70キロの方はボディメイクしますよと、増量中でしたら 70g から 140g の間で取っていただくっていうのが妥当なところで、減量中だったら 140g から 210g の間で取っていただくのがまあ妥当なところかなと。でまあその増量でも減量でもどっちでも対応できるのがちょうどですね体重1キロにつき 2g っていうラインなので、まあいろんな動画ではねこう詳しく説明するとちょっと長くなってしまうので、まあ、体重かける2g取れてればいいですよっていうふうにこうまとめてね私は解説をさせていただいているというところになります。体重かける 2g っていうのが基準になるんですけども、増量中はもっと少なくてもいいかもしれないし、減量中は逆にもっと取った方がいい結果が出やすいかもしれないというふうに覚えておいてください。でまあこれでね1日に必要な量っていうのはなんとなく分かっていただいたかと思うんですけども、必要なタンパク質を何回に分けて取ったらいいのかとか、1回で何グラムずつ取ればいいのかっていうところちょっと気になる方いらっしゃると思うんですよ。 YouTuber とかねトップレベルのボディービルダーとか見てるとね、1日にこう何回もね食事を小分けにして取ってる方とかねいたりするんで、そうやってね小分けにして取らないといけないのかなっていうふうにね心配してらっしゃる方もいるかと思いますので、まあ、それについてもね私の考えを解説させていただければなと思います。まず食事の回数はご自身が一番ストレスなく続けられる食事の回数っていうのも設定していただければいいです。朝昼晩の3食でまあ以下っていう方だったらもう3食でいいですし、まあ3食プラス間食でプロテインも飲みたいなっていう方であれば3食プラスプロテインとか、朝はちょっと時間がないからプロテイン飲むだけにして昼と夜でがっつり食べたいなっていう方だったら朝プロテインの昼夜の2食っていう形でも何でも構わないので、ご自身の生活リズムに合った無理なく続けられる食事の回数っていうのを設定してください。タンパク質はその設定した食事回数で均等にね割って取っていただければいいです。まあ、なのでその1回あたり何グラムじゃないといけないっていうのはもうないと思っておいてください。厳密に言うとこれぐらいの量にしといた方がっていうのは実はあってですね、よく言われているのは1回 20g のタンパク質摂取が筋肥大を最大限に効率よくしてくれるよっていうものだったりするんですけども、確かにですねタンパク質を 20g 取ったグループと 40g 取ったグループと比べて 20g 取ったグループがまあ一番ね筋肥大のこう反応が高まったと、で 40g に増やしても 20g と筋肥大の反応は同じだったという結論が出ていて、まあ、それをもってねじゃあ 20g を超えて取っても無駄になるっていうふうにね主張してる人はいるんですけども、実はその研究は、まあ、被験者の数が少なすぎる、そして被験者のトレーニングの強度が低すぎるっていうことでちょっと疑問がついてます。あんまりこの研究のやり方として信憑性が高くないんじゃないかっていうふうに、ね、言われてたりするんですね。でまた別の研究で最低でも6ヶ月以上をトレーニング経験を積んでる被験者を集めてトレーニングをしてもらった研究だと 20g のタンパク質摂取よりも 40g タンパク質摂取をしたグループの方が筋肥大の反応は高くなったっていう研究結果もあったりするんですね。単純に 20g よりもたくさん取った分無駄になるかっていうとそういうわけでは決してなくて、1食で何グラム取ってももう100グラム取ろうが200グラム取ろうがしっかりと消化吸収はされるのでそこは安心してください。そういう意味では無駄になるタンパク質っていうのは1グラムもないんですね。その筋肥大を促進する量ということで考えても 20g を超えた分はその筋肥大を促進する効果という点で無駄になるかというと全然そんなことはなくて、トレーニングの強度とか
その方の年齢とか生活リズムにもよって結構変わってくるので、あまりその1食あたりのタンパク質量っていうのは気にしすぎなくていいんじゃないかなというのがこう私の見解です。年齢が高い方の方がそのタンパク質の合成をこう促進するためのね、こうスイッチを押すのに必要なタンパク質量が多くなるんで、1食に必要なタンパク質量が多くなるっていう研究もあったりして、結構ですね、最大限にタンパク質合成を高めるための1食あたりのタンパク質量っていうのは結構ばらつきがあったりするんですけども、なのでね、こうそこをねあんまり気にしすぎてもこうしょうがないじゃないですか。それよりも一番大事なのはやっぱり1日通し必要な分のタンパク質をきっちり確保できるっていうところなので、まずはそこに集中していただいて、1日無理なく取れる食事回数で均等に割っていただいて取っていただくと。例えばですね、体重75キロで150g のタンパク質取りますよと。で、朝昼晩3食でタンパク質取り切りましょうってなったら、朝昼晩で 50g ずつですよね。じゃあプロテイン飲みますよと。3食プラスプロテインでいきますっていう方だったら、まあ例えば40、40、40でプロテインで 30g っていう取り方でいけるわけですよね。そうやって考えていただくと、結構ですね、3食きちんと食べれてれば、大体妥当な数値に落ち着くわけなんですよ。まあ、なので、あんまりその1食あたりのタンパク質量、理想はどれぐらいだっていうことは気にしなくて、もう1日取れる食事の回数で均等に割っていただければ、もうそれで大体もういい感じに収まるっていうふうに思っていただいて問題ないと思います。こう理想は理想としてね、知識として持っておくのはいいんですけども、あんまりそれにね、こだわりすぎないっていうのも大事なことになってきます。はい、ということでね、今回は理想のタンパク質摂取量から摂取タイミング、1回あたりの摂取量まで解説をさせていただきました。実は結構その増量するか減量するかによって必要なタンパク質量っていうのは幅があるんですけども、どういう状態の時でも対応できる量としてだいたい1キロあたり 2g のタンパク質量っていうのがありますよと。食事の回数ですとか1回あたりのタンパク質摂取量なんかも大事ではあるんですけども、1日トータルの必要なタンパク質量を確保するっていうところに比べると優先順位は落ちてくるんで、無理なく毎日続けられる食事の回数で均等に割ってタンパク質を取っていただくのがおすすめですよというお話をさせていただきました。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ビーレジェンドでは公式 LINE でお得な情報を毎日配信しておりますので、概要欄をタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にもビーレジェンドの新商品の情報もですね、概要欄に記載しておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。